さらに驚きが加速。天神アクターの噂を聞きつけたタイのエンタメ専門チャンネルから独占インタビューのオファーが。我々もそれを取材することに。しかもこの日の夜すぐに芸能ニュースとして放送されたんです。サワディーカー、トークラウド、天神アクター。イエーイ。初めまして、私はディディコンソバタンです。ニックネームモドです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。ワニはどうだったんですかと。ワニ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 、ワニ今日すごかったね。いや超怖かったです。まあ、元君に何か用意したものとか何か考えてますか。日本語勉強中って言ってたんで、もう全員で助けられるように手を取り合って頑張っていきたいと思います。実際の放送がこちら。屋台の市場に、大きな屋台の市場に行っていっぱいタイ料理食べました。硬くて、まあ、僕ワニ見るのは好きだったんですけど、実際に触れるってなって、まあ、興奮したんですけど、やっぱあそこに行くと死を覚悟しました。いやもうかっこいいでしょう。誰が見てもこれは、うん、踊れる、歌える、演技もできる、何でもできても言うことないです。さらにタイで大人気のアイドル雑誌からも取材が。シアンダーナーという雑誌からのジャーナリストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう何が何だか分かりませんが、テレビや雑誌にとにかく出まくる天神アクター、大忙し。さらに帰国後には全国紙にも登場。タイに来られなかったマーク、すごかったんだぞ。取材だらけでお腹ペコペコ。いつの間にか夕方に。メンバーもねお腹空いてるんで、はい、あの元くんに美味しいご飯を紹介してもらおうと思います。顔も近い。早い。お顔漫画。早い。顔漫画。顔漫画。顔漫画って何？鳥。鳥。人。いいね。好きです。鳥。まあ鳥でも美味しい。元がメンバーを案内したのは、タイの首都バンコクでは一番人気というお店。ここ？はい。ここ？はい。めっちゃ人気やん。とても有名。有名なんだ。はい。とても美味しいです。美味しい。美味しいですね。ここガイトーンは連日連夜満席状態。今や世界中に出店するほどの人気店。看板料理のカオマンガイはタイの国民的料理で、蒸した鶏肉をぶつ切りにし甘辛いソースでいただく一品。もちろんご飯はタイ米。新メンバーの元一押しのタイ激うまグルメいただきます。食べ方講座始まります。です。あ、ソースかけて、and mix。 おー、 mix mix 混ぜる、食べます。おー、なるほどなるほど。元くんから食べてもらったら。いただきます。いただきます。分けて、もう混ぜるね。分けて混ぜる。いただきます。食べようか。めっちゃ美味しい。どうですか。うまい。辛さもちょうどいい。うますぎてひっくり返ったね。これタイ米だよね。タイ米。あ、ソースピリ辛、めっちゃ美味しい。辛いね。ちょっと辛い。でも美味しい。タイに来て今までで一番美味しい。バランスがいい。もっとさ、この髪型流行ってんの？流行りこれ。いやかっこいいもんだって。私だけ。私だけ。オンリーワン。もっとはさ。いつから芸能活動を始めたの？12歳。12歳。今何歳だっけ？ 17歳。5年前。5年前。先輩やん。先輩やん。私はジャスティン・ビーバー。おお、世界共通やね。なりたいです。ケントもね。いや、めっちゃ好きです。ずっとケントも、ケントずっと歌ってるもんね。